に住むで。これ住むで、みんな。住むよ。そうね、皆さん。うん、皆さんね、実は私とカナタン、一緒に住むことになりましたー。イエーイ。パパ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 。決まりましたー。一緒に住むからといって、私はザ・カナタには入らないんで。なんでよ、入ってよ。ザ・カナタ、いいじゃん。あまりひどい。今日はね、うん、二人でまあ、住むことが軽率に決まりましたので、うん、やっぱ、同居って、うん、簡単なことじゃないと思うんですよ。そうだね。だまルールとか決めた方がいいっていうことですよね、かなたん。これはね、ちょっとね、みんながね、心配してんじゃないかなって。僕たち、喧嘩をして、うん、もう二度とこういうことを話せない。私なんですみたいな。私でも思うんですよ。私は思うんですけど、うんうんうん、私、かなたん、かなたんとやっぱ今までいっぱい、多分一番話してるではないですか。うんうん、かなたん。うん、そうだね。話してる。一番話してる。まあ一番話してると思うんで、で、話した感じ、一番なんというか人間の、人間じゃねえけど私たち。仮にね、うん。価値観がね、うん、近い気がするわけ。いや、ほんとそれはそう。みんなね、どこかって思ってるかもしれないですよ。皆さん、皆さん、視聴者の皆さんね。うんうん。でも、なんというかこう、ねえ、うん、根本のとこは同じな気がするんだよな。似てるよね、すごくね。似てると思うんですよ。すっげー似てると思ってる。ねえ。似てるんですよ。っていうのを結構お互い言ってるんですよ。そう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 、結構あって、ね、すぐに思ったよね。ねえねえ、うん。すぐに思って、なんかどこにお金をかけたりするかとか、どういうところを生きていく上で大切にしているかとか。うんうん。ねえ。なんかそういうの、そう。そういうのあれですよね。あったよね、なんか。あ、それお前も買ってんのか、これも、みたいな。そうそう、すげえ近いんですよ。なので、やっぱそういう、お互い嫌いなものが似ていたり、うんうんうん、好きなものというか、うん、なんていうか価値観。そう。お金に対する価値観ですとか、うんうんうん、生活に対するぼっち感ですとか、そういうのが似ていたんですよ。そうですね。ぼっちとぼっちが、ねね、集まってしまったんですよ、これ。そうそう。だから、やっぱね、これ一緒に住んでも大丈夫なんじゃないかと思ってるわけ。そうなの、なんか。ね